アストロのチャウヌがファンコンサートツアーでアジアと南米を魅了した。もはやチェチェチャチャ、推しは推し、チャウヌはチャウヌ、ではなく、チェチャ、推しはチャウヌ、になった。チャウヌは6月29日と30日、K アリーナ横浜で2 0 2 4ジストワンテンミニットマイスタリーエレベーターアンコールインジャパンを開催した。今年2月から6月初めまで、 アジアと南米の10都市でファンコンサートマイスタリーエレベーターを行った彼はアンコール公演でファンを熱狂させた。この日、チャウヌはソロミニアルバムのタイトル曲、ステイのロックバージョンのステージでオープニングを飾った。続いてフーアスタリスクキンググレートタイム、U&I などを披露し、オールラウンダーとしての底力を見せた。また、 アストロの日本デビュー曲、花咲け未来を自分だけの甘い声で歌い、y o a s の多分や歌田ヒカルのファーストラブのカバーステージで日本のファンを喜ばせた。特にファンコンサートツアーのシグネチャーステージである10ミニッツで魅力をアピールし、ファンを熱狂させた。チャウヌは今月6日午後6時、ソウルソンパ、ソンパックオリンピック公演 SK ハンドボール競技場で2 0 2 4 j u s t 1ン i n i t マイスタリーエレベーター、アンコールインソウルを開催し、ファンコンサートツアーのフィナーレを飾る。